本当にレベルの低い話。本田圭佑が日本代表への手のひら返し、にじろん、本質を見る目を養わないと。ワールドカップ、カタール。ワールドカップの現地解説が話題の本田圭佑が12月14日、自身の YouTube チャンネルでライブ配信を実施、ワールドカップを中心にさまざまな質問に答えた。今回のワールドカップでは、日本代表や森保一監督に対し、 試合結果のたびに称賛と批判が180度入れ替わる、手のひら返しが話題となった。そんな中、視聴者から、ファンが日本代表に厳しい反応をすることは、代表を強くすることにつながるのでしょうか。PK 戦に対する大衆の反応が、擁護と批判の両極端に多いように感じます。選手側としてはどう感じていますかと質問を受けた本田は、内容によるというのが僕の理想の考え方、と答え。 こう続けた本当に結果だけでガンガン手のひらを返すでしょう。これは事実なんですよね。どこの国に行ってもそうでした。イタリア、ブラジル、ロシア、日本、どこでも本当に結果がすべてなぐらい、手のひら返ります。経験豊富な36歳は、でも、それは本当にレベルの低い話だなとずっと思ってて、結果を出しても批判するべきだし、逆に負けても称賛するべきだと思ってるんで、そこの本質を見る目を養わないと。 本当にいけないんだろうなというのはサッカーに限らず、何かを評価するときには、常にそれを思いますね。とじ論を展開、最後にこう付け加えている。この考え方自体が正しいとも思っていない。円溜めやし、結果だけで手のひら返す評価の仕方の方がいいんじゃないかという声もあっていいと思う。僕は間違っていると思っているというだけの話。ただ、9カ国でプレーした本題枠 結果の度にコロコロと評価が変わるのは万国共通のようだ。なぜ大幅9000万円ダウンも2年契約、行列、北村弁護士が明かした交渉の、裏側、中村、明サイドは3年契約を希望、交渉の末にオプション付きで着地、ソフトバンクの中村、明が和野手が14日、本拠地ペイペイドーム内の球団事務所で契約公開交渉を行い、減額制限。 年俸1億円以上は40%に迫る9000万円減の年俸1億5000万円。金額は推定。で、新たに2年契約を結んだ。一定の条件をクリアした場合に自動的に1年延長となるオプションの付く変則的な2.5年契約となった。今回の交渉を担当し、テレビ番組、行列のできる法律相談所、日本テレビ系、でも有名な代理人の北村、 春を弁護士が交渉の舞台裏の一端を明かした。中村、明川は、ソフトバンクで最後までやりたい。という強い希望があり、球団側に3年契約を要望。北村弁護士は、球団側にも色々と配慮していただいた。と交渉の末に、1年延長オプション付きの2年契約に着地した。契約延長の条件については詳細は明かさなかったものの、一定の条件ですね。打率とかそういうことではなくて、 ほぼレギュラー的な活躍ができれば、という風うに理解してもらえれば、それを数字化したようなもの、二軍に長くいるとクリアできないみたいなそんな感じです。とも語った。減額制限に迫る九千万円減となったことには、やむを得ない。という北村弁護士、大幅なダウンとなる一方で、出来高の部分で厚みを持たせる内容となっており、頑張れば回復できるようなそういうものにしていただいたのが良かったかなという風うに思います。 具体的にはあまり言えませんけど、一つ一つの数字をちょっと大きく、ハードルを下げていただいて、よりモチベーション高く活躍できるようなそういう契約にしていただいたと思っています。という。出来高の項目には打撃面だけでなく、守備面も組み込まれており、守備の貢献についてインセンティブをつけていただいた。守備の方はゆる UZR についても入れていただいた。時田村弁護士、セイバーメトリクスの守備指標である U、UZR。 も出来高の項目に入り、大幅なダウンの反面、出来高でダウン分を補えるような契約内容となったようだ。ソフトバンクの又吉克樹投手、32、が15日、福岡市内の球団事務所で契約公開交渉し、年俸1億5000万円、金額は推定、でサインした。中日から FA 移籍した4年契約の1年目は、7月に右足かぶとを骨折し、 登板は31試合、3勝3対1セーブ、防御率2.10、リハビリに取り組みクライマックスシリーズのファイナルステージで1軍復帰、悔しい思いもあったが、評価していただいた、改めて恩返しをしたい、と感謝した、来期の目標に最多登板を掲げた又吉、史上4人目となる通算200ホールドも狙う、現在は通算157ホールド、いずれは達成したい、と前を向いた。 フランスの追加点を奪った FW は日本からカタールに向かった男途中投入から1分経たずにゴールカタールワールドカップ準決勝フランス2-0モロッコ14日アルベイト競技場アルホル14日岡島智也2大会連続の優勝を目指すフランスがモロッコ2-0手下しアルゼンチンが待つ決勝現地18日エトコマを進めた フランスにとって待望の追加点は、途中出場から1分も経っていなかった FW コロムアニ、フランクフルトがあっさりと決めた。FW エムバペの絶妙なパスを受けての2点目だった。後半33分、左からエムバペ、パリ SG が放ったシュートが相手 DF に当たり、コロムアニの目の前、後半34分にデンベレに代わってピッチに入り、今大会2試合目の出場。 投入後1分かからずにファーストタッチで冷静に流し込み結果を残した今回の得点が国際試合初ゴールだというコロムアには MF 鎌田大地 MF 長谷部誠とフランクフルトで同僚当初はワールドカップメンバー26人から漏れ同クラブの日本ツアーに参加していたしかし親善試合浦和戦に向けて調整を進める中 FW ベンゼマが負傷離脱したことで急遽追加招集が決定 11月16日に急遽、ドイツから日本を経由してカタールへと移動する形となっていた。データを提供する。オプタ、スポーツのツイートによるとゴールは交代から44秒で、これはワールドカップ史上で3番目の速さだという。1位は交代16秒。2002年大会のウルグアイ。モラレス、セネガル戦。2位は26秒。1998年大会のデンマーク。3度、ナイジェリア戦。